回復系武将は長期戦に強く、長期戦に強いイコール敵が強い時なので、強い敵と戦う時に回復系武将が強いっていうお話をしていこうというふうに思います。で、その理由っていうのが、回復系のスキルは、まあ、例えばネネの場合だと、後ろのところにさらに兵力割合が最も低い部隊の兵力を 4.2% 回復すると書いてありますが、これが最大の兵力に対しての回復の値なので、3ターン目でも6ターン目でも9ターン目でも同じ値回復します。これは後で戦法で確認します。それに対して一般的なダメージ系のスキルの場合だと、兵数を参照しているので、ターンが経過するに従って兵数が減っていって与えられるダメージが減っていきます。なので、ターンが増えれば増えるほど回復系奥義の強さが比較的強くなっていくので、ターンが多い場合に回復系武将が強いっていうような形になります。で、具体的な数値を戦法で移していきます。こちらの戦法、野党レベル15に対しての戦闘になっておりまして、戦闘テンプではなく農民のテンプでやっておりまして、ターン数が多くなっていて12ターンになっています。で、見ていくと、前田刑事の累計4ダメージ1724に対してネネの回復量が1860、同じくダメージ量が島津義弘1839、柴田勝家1702に対して、お市が累計治療2284、続いて吉川元春累計4ダメージ1759、浅井長政累計4ダメージ1734に対して、井伊直虎が936と、井伊直虎については回復奥義なのですが、今三覚醒しているので1段階奥義強くなっているんですが、元の性能がかなり低いので、さすがに回復量かなり低くなっておりまして、まあ逆に言うと、お市とネネも二覚醒してるんですけれども、二覚醒ネネだったり無覚醒のお市の回復量、それなりに回復しているので、このくらいの性能であればターン数が多くなる戦闘ではそれなりの価値のある貢献ができているのではないかっていうのが、この動画の趣旨になります。で、戦闘日誌を見ていくと、ターンごとの回復量とダメージ量を確認することができるので、そちらを確認していきます。3ターン目で見ると、兵数が、味方が 25,278 残っているので、ダメージ量もそれなりに出るはずで、前田刑事が185ダメージ、柴田勝家が169と436のダメージ、吉川元春が632のダメージっていうところに対して、回復が井伊直虎が156と78の回復、お市が363と215の回復、ネネが465の回復っていう形で、まあ3ターン目で見るとダメージに対して回復量それほど多くないっていうふうに思うんですが、それを後ろのターン数を見ていくと、ダメージ量が減っていくのに対して回復量が増えてるってことが、増えてはないですね、同じで比較的高くなってるっていうことがわかります。で、こちら第12ターン見ると、味方の兵力が 11,119 だいぶ減ってるので、ダメージのスキルの攻撃力が減ってることが確認できます。前田刑事歌舞伎者で威力19の兵力減少っていうところが書いてありまして、現在の兵力125っていうのが残存兵力なので、まだ相手ゼロになってないんですね。なので削り切ってダメージが減っているわけじゃなくて、部隊が減ってダメージが減っているっていうような形になります。で、それ以外の気をつけないといけないのが、削り切れている場所は危ないので、柴田勝家の場合だと1つ目の26の兵力減少で相手の兵力40残っているんですけど、もう1つの40の兵力減少で相手の兵力ゼロになっているので、これは本来もっとダメージを与えられた可能性があるので見ないものとします。で、分かりやすいのが吉川元春ですね。吉川元春が231の兵力減少させて、現在の兵力76残っているので、だからこれがまあ本来のダメージっていうところで、231ダメージ与えているのに対して、お市の回復量は固定なので、さっきと同じで363と215回復していて、吉川元春の攻撃より回復量が多いっていうのが分かると思います。で、井伊直虎も変わらずの回復量で、ネネについても変わらず465回復してるっていうところで、まあ、このような形でターン数が後ろになっても回復量は変わらないのに対して、攻撃するダメージ量はこちらの兵数が減るに従って減っているので、ターンが長くなれば長くなるほど回復スキルの有用性っていうのが上がるっていうのが、この動画の趣旨になっています。
で、このゲームやっている方ならわかると思うんですが、こちらも相手もだんだん兵数が増えていくので、それに伴って単数も伸びていく傾向にありまして、なので、お市だったりネネというような回復、固定回復量の奥義持っている武将っていうのは、このゲームが後半になればなるほど活躍する場所があるんじゃないかというふうに考えていて、そう考えると、特に馬適性の武将ですので、結構お市もネネも弱いって言われがちな武将ではあるんですが、強敵と戦う時に強くなる武将っていうふうに考えると、育てる価値あるっていうふうに考えていいんじゃないかというふうに思ってます。ただお市とネネそれぞれ天敵といいますか、回復系武将の天敵に鈴木重秀ってありまして、鈴木重秀ってダメージ量もめちゃくちゃ高いんですけれども、追加の効果で30%の確率で治療禁止付与していまして、で、鈴木重秀、召喚で交換できるにもかかわらず、全先鋒の武将中で最強と言ってもいいスキル、奥義持っているので、結構な方が採用されているという、環境トップの武将が治療を禁止する効果を持っているので、そういう意味で、お市とネネの価値っていうのは、若干下がってしまうところはあるんですが、対野党戦であったりだとか、あと鈴木重秀がいる場合も、覚醒数が高くなければ、治療禁止効果も30%程度ですので、そういった場面であったり、単数が長くなるような戦闘では、お市とネネの奥義それぞれ活躍するんじゃないかというふうに考えてます。今回の動画は以上になります。コメントであったりいいねであったりしていただけると、私としては励みになります。ご視聴いただきありがとうございました。